ポルニックは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏のコミューン。歴史的なブルターニュの一部であり、伝統的な地方区分ではペイドレ、歴史的な地方区分ではベイナンテに属する。ポルニックは1973年に、サント・マリー・シュルメール、クリオン・シュルメールと合併した。大西洋岸に位置し、ポルニックは、城と古い港の存在で知られている。 21世紀初頭の主な資源は観光と魚介類である。ポルニックはまた、ファイアンス焼き、カジノ、タラソテラピーセンター、18ホールのゴルフコース、イチゴ栽培でも知られる。県におけるポルニックの位置、ポルニックコーポルニック駅と、市外港とドジャードにあるポルニックは、ブルニューフ湾に面し、南東の南西4 5トル、サンナゼールの南2 0トルにある。 境界を接するコミューンは、アルトンアンイコールレ、ラベルヌリアンレ、レムーティアンレ、ブルニューフアンレ、サンティレールド・シャレオン、シェメレ、ショーベ、サン、ペールアンレ、サンミシェル・シェフ・シェフ、ラプレーヌ・シュルメール、プレファイユである。元来のポルニックの町は、現在の中心部しかなかった。サント・マリー・シュルメールは、コミューンの西部、クリオン・シュルメールは、 コミューン北東部のボカージュの大半を占めている。現在のコミューンは、県内で面積の広いコミューン4箇所のうちの一つである。ポルニックは、アルモリカ3階の南側にある。コミューンの風景はボカージュであり、わずかに内陸には、丘陵がある。ブリニューフ湾の北側にあたる海岸は、切り刻まれたように岩がちで、入り江が点在する。 ポルニックの町は城の周囲で発展していった。城の麓に港が建設され、そこは川の河口があった。ポルニックは港を中心にして発展した町である。もともと町は7ヘクタールほどの面積しかなかった。モンプレジールのドメーヌを併合して面積が2倍になり、1791年にはサント・マリー・シュルメールから15ヘクタールが活上された。 1836年には、サントマリーとクリオンシュルメールから123ヘクタールが、活上された。港を中心として、合計153ヘクタールの面積となり、1973年に2つの、コミューンと合併してからは、約1万ヘクタールとなった。17世紀以前、タラ漁師が住む古い海辺の住宅は、アラブ地区と呼ばれていた。一般的な説として、 同じような雑多な住宅が立ち並び、アラブの街を思い起こさせるからという。別の説では、庭園に植えられたヤシの木が語源であるという。港から村に向かって狭い通りが伸びる。この丘には船乗り、船大工、船に欠かせないロープの職人の住宅や、穂の工房が建てられていた。時が経つにつれ、港に土が堆積していった。 クラコー川は堆積物で狭くなり、21世紀には港に古い庭園の場所となって残っている。1830年代からハイドロテラピーが流行となり、ポルニックには海辺のリゾートの魅力とスパの魅力とが組み合わされるようになった。町は港と海岸を中心として発展した。ホテル、カジノ、浴場、別荘である。ここには 十分に植物が生育した庭園が整備され、それまでハリエニシダで覆われていた岩だらけの荒れ地の様相が一変した。1836年、港の左岸にあるグルマロンックがポルニックに併合された。そこはブルジョワ階級の別荘が立ち並ぶ地区で独特の建築が生まれた。港の南岸は1881年から製粉所が場所を占めていた。 1875年にその右隣に鉄道駅ができていた。港の拡張部分に鉄道が延伸し、東西の軸となった。21世紀、港の東側に位置するかつての内港である入江が埋め立てられ、大部分をレジャー施設や住宅地とする開発計画の対象となった。ポルニックの名称は11世紀にラテン語化された。 カストラム・ポーニティであったことが証明されている。その後1130年にポーネット、1187年にポースギス、1330年代にポーニディオとなった。現在のポーニックの綴りは14世紀に現れた。19世紀までブルトン人にルーツを持つ町の船乗りたちはブルトン語を話していた。町はブルトン語でポーニズと呼ばれ、 ZH は進化して末尾が引く T となった。フランス語においては、末尾のマイナス C は最初は珍しいものだったが、おそらく T と C の混同は中世からであろう。最終的に C の発音は K となった。地元で話されるオイル語の一種、ガロ語では、ポートニッツである。日没時のポルニック二つの長など磨かれた石という発掘物は、紀元前10万年頃から、 現在のコミューンの場所に人が定住していたことを示すものである。21世紀初めになっても目にすることができる巨石記念物は紀元前5000年頃、ポルニックの地に人の定住地があった証拠である。巨石記念物の一部は海中に没し,していたが、これは海面の高さが時間の経過とともに変化したためである。古代のポルニックはアルモリカを収めていた。 アルモリカ同盟に依存していた。この頃のアルモリカは、現在のブルターニュ、ノルマンディ、メーヌ及びアンジュを包括する広大な面積を持っていた。ここは、小さなペイグスの一部だった。ペイグス・レイス・キャテンシスはフランス語で、ペイズ・デ・リース、すなわちペイドレという名称の祖である。住民は、ガリア系のアムビリア・ティジンか、アナグヌトジンのいずれかだった。9世紀、ポルニックは、 エルボージュ薄領の一部だった。白領は、バイキングに対する戦いにおいて、テーポワトゥ地方のすべての小教区や村が、軍事的に含まれていた。851年、ブルターニュ王、エリスポエと、西フランク王シャルル2世が、アンジェ条約に署名した。この条約は、ブルトン人たちが、ペーレーネ、ペーナンテ、ペードレを占領することによって、領土を拡張することを認めたものだった。 10世紀、ブルターニュ・コーアラン2世は、バイキング襲来から町を守るためにポルニックダニに、要塞を建設した。このカストルムは21世紀になってもドゥーブ通り、ランパール道、そしてカルベールの丘のレリーフとして残っている。その後、城は、ジルドレの住まいの一つとなった。町の歴史は、サントマリー修道院ともつながりがあった。 フランス革命の間、ポルニック住民のかなりの人数は、共和国に賛成していた。1793年3月23日、400人の兵士たちからなる国民衛兵が、共和国の司祭を名乗る聖職者や、クリオンの司祭に先導され、小麦を回収するため町の外へ出た。白軍は町を攻撃する機会を得た。これが第一次、ポルニックの戦いである。町は、 ロッシュ山単ドレ公爵に攻略された。ペイドレ住民たちは一度勝利を収めると祝いで酒を飲み酔っ払い、町を取り戻そうとした、共和国側の侵攻を許してしまった。王党派は多くの犠牲者を出し、捕虜となった250人は、共和国側によって銃殺された。3月27日、第二次、ポルニックの戦いが起こり、シャレット率いる武装勢力が町を攻略した。 彼らは、共和国側を支援した住宅を荒らして火を放った。1ヶ月後、シャレットは、共和国側のベセール将軍が率いる軍の脅威のため、ポルニックから撤退した。ポルニックの港、シャルルルデュックが19世紀、ポルニックは、海水浴のリゾート地として、名を挙げる。鉄道のなんと、サント・パザンヌ・ポルニック線が開通し、ポルニック駅が設置され、汽車が停車するようになり、 1875年から宣伝された。この流れで1906年、翡翠海岸観光のために、ポルニック・パンブフ路線が開通するが、この路線は1939年に廃止された。当時、多くの芸術家たちがポルニックにやってきた。ギュスターブ・フローベール、ポール・レオタール、ジュール・ミシュレ、ロバート・ブラウニング、ジュリアン・グラックラー文筆家である。多くの画家も、 町やその周辺にインスピレーションを得た。オーギストル・ノワール、エドガール・マクサンス、アンリル・バスク、シャルル・ルデュック、ジャン・アンリ・シュップ、マックス・エルンストラである。第二次世界大戦中の1940年6月17日、RMS ・ランカストリアがドイツの爆撃機による攻撃で沈没した。4000人から7000人とされる死者の一部が、 ポルニックのイギリス人墓地に埋葬されている。町はドイツ国防軍に6月26日に占領された。大西洋の壁を構築する構想のため、ポルニックにはおびただしい数の防衛設備が作られた。ドイツ軍のポルニック占領はフランスの多くの町より9ヶ月長く続いた。サンナゼールに立てこもるドイツ軍の存在があったためで、ある。サンナゼールに立てこもったドイツ軍が。 事実上降伏したのは、ドイツ本国が降伏した3日後の1945年5月11日だった。1973年7月1日、クリオンシュルメール、サントマリーシュルメールとポルニックは合併した。2000年4月14日、ポルニックに開店したマクドナルドの建物が一部損壊した。6人のブルトン独立活動家がこの攻撃のために起訴され、 そのうち三人は最後に無罪となったが、残りの三人は、重罪員により攻撃についてのみ、無罪判決を受けた。この刑事事件は、論争を引き起こした。ポルニックの浜2008年、ポルニック住民の平均家計所得税は19,762ユーロであった。これは31,604あるコミューンのうち6,684位であった。 2008年15歳から64歳までのポルニック住民8422人のうち雇用されているものは人口の63.8%年金受給者は14.2%だった一方ポルニック住民の8%は疲労動者であるポルニック住民の8.2%が学生人口である水産物利用に関する活動は 長い間ポルニック経済の重要な要因となってきた。2011年においても漁港は活動しているが、割合はささやかである。漁港の先端の水産物年間水揚げ量は約50トンである。レクリエーション活動はその間校長に推移していた。町にはこの活動に関して2カ所の港がある。県が管理するグルマロン港は350席が経流されている。 ノエブィアール・マリーナはポルニック国際ヨットクラブとも呼ばれる。そこでは6メートルから25メートルのヨットを経流できるスペースが919カ所ある。ドゥアルヌネを本拠地とする缶詰を製造するポーレ社がポルニックに魚の缶詰工場を作った。工場は現在アメリカのスターキスト社産家となっている。工場では100人が雇用され、 年間3000トンのオイル付けイワシ缶詰を製造する。1947年、1827年からファイアンス焼きを行っているドレーヌ出身のドリアンデル社は第二次世界大戦が始まるとドイツ国境に近い故郷からブルターニュへ避難してきた。エミールドリアンデルはポルニックに移り住み、ブルトンヌドファイアンスアルティスティックという工房を開いた。 2011年時点で工房では26人が雇用され、年間60万個の陶器が製造されている。参照元、1999年まで、イヘス、カシニー、2004年以降 INSEE2006 年3月1日、コミューン議会は、ブルトン後の日常使用促進を歌うィー、あるブレイジョニー検証を批准した。ポルニックは、 検証に署名したオートブルターに初のコミューンとなった。ポルニックが姉妹都市協定を結んでいるのは以下の自治体である。ABP954P277、HATP100P242P316 から317、HATP47 から 49P283。ありがとうございます。